それがミオさんの本当の望みですの。そんなことのために私たちは精霊にされたとおっしゃいますの。ああ、多分間違いない。シドウさん、この空間に囚われた時点で逃げ場はないのでしょう。ミオさんがシドウさんの記憶を共有している以上、ザフキエルでの時間速攻も止められてしまうはず。ならば少しでも生存率の高い可能性に賭けなくては。私がここまでしたのですわ。きちんとやり遂げてくださいまし。ああ、ありがとうクルミ。あらあら、随分とやるようになりましたわね、シドウさん。